にょ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 。了解。これが初めての実戦だな、タクト。落ち着いていけよ。分かってるさ。わけも分からずに死んでくれるか。安心していいよ。あの程度の敵なら紋章機だけで十分さ。もし命令がなくても、私たちは自分で目標を探して攻撃しますから。そうそう、あんたは私たちの華麗な戦いを見学してなさい。そうか。こっちも慣れていないから助かるといえば助かるけど、ともかくよろしく頼むよ。はい、頑張ります。了解です。了解。ハッピートリガー了解。今度はこっちから行くよ。了解。4番機攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。回避成功。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。回避に成功しました。カンフーファイター了解。よし、命中。だんだん調子が出てきたよ。こちらラッキースター、敵を撃墜しました。了解です。了解。ハッピートリガー了解。目標を確認。一番機攻撃に移ります。じゃないのさ。大当たり。こちらラッキースター、敵を撃墜しました。言われなくても分かってるわ。ああ、分かったよ。了解です。あ、なんかうまく当たったみたい。ハイパーキャノン。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。なんで当たんないのよ。こちらカンフーファイター、敵を撃墜したわ。了解です。カンフーファイター了解。ああ、分かったよ。そんな攻撃当たるもんですか。いい感じで当たったみたいだね。次でとどめだ。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。敵の攻撃を回避したわ。攻撃は回避した。
今度はこっちから行くよ。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。新手の敵が現れました。どうしましょう。了解です。言われなくても分かってるわ。ハッピートリガー了解。いいじゃないのさ、この当たったか。さあ次行くよ。ラッキースター、攻撃を回避しました。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。私としたことが。カンフーファイター、了解。はい、了解しました。ハッピートリガー了解。ストライクバースト。狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。レーダーに新たな艦影あり。クーデター軍です。ラッキースター、了解。了解。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。目標捕捉、逃がさないよ。ああ、分かったよ。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。ラッキースター、攻撃を開始します。よし、うまく命中したわ。了解です。はいよ、了解。言われなくても分かってるわ。回避成功。もう許さないわよ。いけアンタークローン。敵の攻撃を回避したわ。了解。そんな攻撃当たるもんですか。攻撃に行ってきますね。あ、敵が火を吹いてる。今の攻撃当たってたんだ。ラッキースター、了解。言われなくても分かってるわ。ハッピートリガー了解。あれ、攻撃が外れちゃいました。回避に成功しました。あ、今の攻撃は効いたみたい。はい、了解しました。カンフーファイター、了解。ああ、分かったよ。敵の攻撃を回避したわ。目標を確認。一番機、攻撃に移ります。はい、了解しました。あ、もうエネルギーが半分？すっかり忘れてた。あれ、成功。てしまった。私としたことが。敵艦隊の全滅を確認。あれだけの数の敵を。これが紋章機の力か。すごいんだな、エンジェル隊は。しかし、あの黒い艦隊は一体何だったんだ。それなのですが、大破した船をスキャンしてみたところ、全く生命反応がありませんでした。最初から無人だったと思われます。無人艦だと？そんなのがあれだけ数多く、どういうことだ。エンジェル隊から通信です。
やずしで。こっちは見ての通りよ。あたしの実力思い知った？初めての式にしちゃ上等だよ。毎朝でさ、よくできました。なんだい疑問って？そりゃ教えられたからさ。そいつはフォルテさん、私お腹が減っちゃいました。戻るまで我慢をし。ってそうか、すっかり忘れてた。そろそろ戻らないと、みんな心配してるだろうね。私たちについてくればわかるわよ。俺たちに指図するのか？辺境の艦隊だが、ムーンエンジェル隊の指揮下に強制的に組み込まれる言われはないぞ。タクト、お前な。それはそうかもしれんが、お前さんの疑問に全て答えてくれる人だよ。司令、小惑星帯に入りました。言われるままに紋章機についてきたが、こんなところに何があるっていうんだ？レーダーに大型艦らしき反応あり、映像を出します。これはアステロイドに隠れて、こんな船が。データの照合ができました。この A 軍の衛星防衛艦隊機関エルシオールです。エルシオールといえば、この A 軍の象徴的存在じゃないか。皇族の儀式や祭典の時にしか出てこない船だぞ。エルシオールから未確認機が2機こちらに接近してきます。なんだろう、詳しく確認できるか？はい、やってみます。未確認機カメラに捉えました。モニターに映します。これが一方の機体です。色や細かいところは違うが、紋章機に似てるな。それからもう一方の機体です。当たり。あれも紋章機。エンジェル隊の仲間だよ。青い方が3番機のトリックマスター、緑色のが5番機のハーベスターよ。これで5人全員揃ったわね。みんな、マイヤーズ司令を連れて帰ったよ。通信が入りました。接近中の機体からです。エルシオールにようこそ。歓迎いたしますわ、マイヤーズ司令。私はトリックマスターのパイロット、ミント・ブラマン氏と申します。どうぞお見知りおきを。はい、何でしょう？残念だけど違うよ。それを答えてくれる人物はエルシオールの中に。いいえ、お気になさらずに。つかものではございますが、
これからよろしくお導きくださいます、マイヤーズ司令。フォルテさん、もしかして何の説明もなしにお連れしたんですの？時間が惜しかったんだね。まあ、どちらも大胆でいらっしゃいますこと。お話し中、失礼します。エルシオールへご案内します。連絡艇を派遣しますので搭乗してください。バニラアッシュ、5番機ハーベスターのパイロットです。よろしくお願いします。何か？こんな子供が隊員なのか、本当に役に立つのかね。聞こえてるわよ。言っておくけど、あんたたちよりはバニラの方がよっぽど頼りになるんだから。他にも同行される方はいらっしゃいますか？俺も行くのかよ。そんなものがなぜこの辺境にあるのか疑問に思わないのか？着いたぞ。ここがエルシオールの中か。マイヤーズ司令、長旅お疲れ様でした。長旅って半日もかかってないじゃないの。ようこそエルシオールへ。それではお待ちかねの人物をご紹介しますわ。お前さんの疑問に全て答えてくれる人物、お前さんをここまで呼んだ人物、そしてお前さんのよく知ってる人物だよ。よう、ただいまご紹介に預かった謎の人物じゃ。バカ者、何を士官学校の生徒気分でおるんじゃ。わしの今の地位は何か答えてみ。おお、その通りじゃ。知っていたとは正直驚いたぞ。カンニングはいかんな、カンニングは。しかし、お前らしいの。そういう抜け目のないところは変わっておらんようじゃな。褒められたと思っておるのか？本当に変わっておらんの。しかし安心したわ。やはりわしが見込んだ通りの男に育っておる。さて、立ち話はこれぐらいにしてわしの部屋に移ろうかの。エンジェル隊の諸君、ご苦労じゃったな。ゆっくり体を休めてくれ。タクト、レスター、ついてこい。まあ、楽にしてくれ。さてと、どこから話そうかの。その様子だと
エンジェル隊は全く事情を説明しておらんようじゃな。困ったもんじゃ。そうか、第二方面軍も壊滅か。フリオムまで来ればなんとかなるかとも思ったが、やはりダメか。最初の予定通りローム星系まで行くしかない。できておらんよ。そうであればまだマシだ。トランスバール本勢はすでにクーデター勢力の手に落ちた。あっという間じゃったよ。正体不明の艦隊の接近を最初に発見したのは第一方面軍の駐留艦隊だ。情報の裏付けをしている間に本勢の防衛ラインが突破され、軌道上からの攻撃で首都は壊滅に追い込まれたのだ。王宮は真っ先に破壊された。中におられたジェラール兵や皇族の方々、その時エオニアがクーデターを起こした動機は、自分を追放した一族への離婚話、支援というわけですか。少なくともわしにはそう見える。首都を制圧した後、エオニアは声明を発表した。簡単に言うと、行為を継承するらしい。あからさまな行為の簒奪じゃな。エオニアの背後には広告軍をも寄せつけぬ武力がある。どこでそれを得たのかはわからぬ。ともかくその圧倒的な力を前にしては、本勢の人々もおとなしくエオニアに従うしかなかったじゃ。アルカ頭上から攻撃されるかもしれないと思えば、それもやむを得ないでしょうね。エオニア軍という存在が報告に戦争を挑んだと言っても過言ではなかろう。お前たちが遭遇したように、エオニアは王国全体に着々と勢力を広げようとしておる。わしらもここへ逃げ延びてくるまでに幾度となくエオニア軍との戦いを繰り広げてきたのだ。それはわしが月の聖母シャトヤーン様よりある使命を託されたからです。実はそれこそが重要な問題でな。エオニアは本勢のみならず白き月をも武力で制圧しようとしたのじゃ。とりあえずはご無事じゃろう。わしらが脱出する際、シャトヤーン様は白き月全体にシールドを貼られたからな。エオニア軍にも手出しできまい。それなら安心しました。シャトヤーン様のこともそうですが、エオニア軍に白き月のロストテクノロジーが渡ったら、それこそ始末が悪い。エオニアが高級を焼き払った直後、
シャトヤーン様はわしを召して言われた。エルシオールと紋章機、2種のロストテクノロジーを貸し与えるゆえ、何としても務めを果たせと。白き月には一人の皇族がおられたのじゃ。本世での事件によって今や唯一の生き残りとなったお方がな。そのお方を安全な場所までお連れ申し上げること、それがわしに託された指令じゃ。芝王子という名前を覚えておるかの？ジェラール陛下の子供の一人だ。エオニアとはいとこになる。それぐらい覚えとけ。シバ王子は確か10歳になられたはずだ。もっともあまり話題に上ったことがないから覚えていないのも無理はないが、しかしルフト准将、そのシバ王子が白き月にいらしたとは知りませんでした。わしも今回の件で初めて知ったよ。シバ王子はジェラール陛下が庶民の女性との間に設けられたお子でな。こんな言い方はなんじゃが、その皇族の中ではあまり重きを置かれていなかったようじゃ。そういえば母親の素性すら公表されていないんですよね。公式行事でもほとんど見かけた記憶がない。密かに進化に下されて誰かの養子にでもなったかと思っておったが、白き月で養育されておったとは知らなんだ。しかし今や皇位継承権を持つのは芝王子ただお一人じゃ。何としてもお守りせねばならん。タクト、レスター、ちょっとこれを見てくれんか。これはトランスバール公国領内の星形図じゃ。この図の上部中央にある印が本星のあるトランスバール星形。その右下の印が我々のいるクリオム星形じゃ。そしてこれから先は左下にある印のところ、ローム星系を目指すつもりでおる。エオニアに反抗する勢力がローム星系に集まりつつあるという情報をつかんだのじゃ。あの辺りならまだエオニア軍の手は及んでいまい。多くの戦力が残っているはずじゃ。なるほど、そこへ合流して反撃体制を整えようというわけですか。そういうことじゃ。ロームならば芝王子を安全にお守りできる。ああ、そうそう、近いうちにお前たちも芝王子にお目通りが許されるじゃろう。王子はこの騒ぎで少し気が立っておられるゆえ、ご挨拶する際は失礼のないようにな。そりゃお前、これから王子を守ってエンジェル隊を率いるのじゃ。ご尊顔を拝んでおいて当然じゃろう。タクト、お前がエンジェル隊を率いて芝王子をお守りするのじゃ。どうじゃ、やってくれるか、タクト。
頼みを引き受けてはおらんよ。わしでは責任が持てぬものでな。艦隊を率いて大規模な戦線を戦い抜くというのならいくらでもやってみせるが、エンジェル隊の指揮を取るのはどうもダメじゃ。好き放題に飛び回る5機の紋章機を使いこなす自信がない。だからシャトヤーン様にはこうお約束した。自分よりもこの任務に適したものが見つかるまで王子とエンジェル隊をお預かりしますと。そして真っ先に頭に浮かんだのがお前の名前で、ついにこうして巡り会えたというわけじゃ。引き受けてくれるか。よくぞ言った。それでは早速。を解除しただけでドアが開きおった。痛い。いきなり開けないでよ。転んで顎打っちゃったじゃない。ボルテさん、重たいですわ。皆さん、お怪我はありませんか？なんとか。いや、みんなでドアに寄りかかったのは失敗だったね。ああ、紹介しよう。さっきのやりとり聞いててスカッとしたよ。その心意気がありゃ安心できそうだね。まあ、決断の速さは一応褒めてあげるわ。よろしくお願いします。いかん、ここも敵に見つかったか。倒しても倒しても次々に新手が現れる。これがエオニア軍の不気味なところじゃよ。そういえば、さっき撃退した艦隊は無人だった。どこかで大量生産でもしてるのか。さてな。ともかく、エンジェル隊は出撃に備えて格納庫へ行け。タクトとレスター、お前たちはこっちじゃ。エルシオールのブリッジへ案内する。ここがエルシオールのブリッジじゃ。ルフト司令、このアステロイド帯に向かって敵が接近中です。それと敵艦から通信が入っています。通信？珍しいの。今までは無人艦ばかりじゃったというのに。あ、それから本日ただいまより司令官はこのタクト・マイヤーズじゃ。え、そうなんですか。詳しい話は後じゃ。二人ともタクトに挨拶を。あ、はい。私、通信担当のアルモです。よろしくお願いします。レーダー担当のココと申します。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。了解しました。はい、マイヤーズ司令。こちらは聖塔トランスバール公国軍。我が輩はレゾン・メア・ゾン少佐である。
旧体制に尻尾を振る犬どもに次ぐ、直ちに我々に投降し、エルシオールと紋章旗を引き渡せ。そうすれば命だけは助けてやろう。我々は寛大なの。許すぞ、我々は寛大だからな。我々を観光地の土産物屋の俺が争って一緒にするな。失礼だ。挑発してどうする。本当に変わっとらんのう、タクトよ。我々に怯えるあまり、ヘラズ口を叩いて空元気を装おうとしておるな、哀れな広告の飼い犬め。だがその手には乗らんぞ。降伏するのかしないのか、どっちなんだ。いいだろう。おとなしく投降すれば、我が輩のようにエオニア様に取り立ててもらえたかもしれないもの。だがお前たちは自らその望みを絶った。己の愚かさを悔やむがいい。紋章旗といえども多勢に無勢、たった五機に何ができる。その船ともども宇宙の塵にしてくれるわ。通信切れました。マイヤーズ司令ってすごいですね、いろんな意味で。うん、まあな。おめでたいやつだな、まったく。それにしても、さっきの話からすると、あの敵はエオニアに寝返った軍人のようだな。お前が言っても説得力に欠けるな。そう言うと思ったよ。ご指名を受けたのはお前だけだが、ま、引き受けておこう。どっちみち俺以外にお前の補佐が務まるやつはいないんだ。付き合ってやるさ。司令官殿、多少野暮な指揮をしても私らの腕でカバーしてあげるさ。マイヤーズ司令官の指揮で全員が出撃するのはこれが初めてですわね。よろしければ各機の特徴を簡単にご説明いたしますが、どうなさいます？承知いたしましたわ。そちらのモニターを使ってご説明しますわね。
まずは1番機ラッキースター、ミルフィさんの機体ですよね。ラッキースターは5機の中で一番バランスの取れた機体です。どんな状況でも臨機応変に戦えますわ。私頑張りますね。どんどん命令してください、マイヤーズ司令。続いて2番機カンフーファイターですわ。カンフーファイターの特徴は何といってもそのスピードと機動性よ。誰よりも早く敵に食らいついてみせるわ。ただしスピード重視の調整をしているために走行の薄さが弱点でもありますわ。あまり深追いさせるのは禁物ですわよ。次は3番機私のトリックマスターですわ。ランファさんのカンフーファイターの対照的に遠距離攻撃を得意としております。遠隔操作可能な射出砲台フライヤーを使って離れたところから敵を狙い撃ちできますの。次は4番機ハッピートリガー、フォルテさんの機体ですわ。4番機の売りは厚い装甲と大火力だ。5機の中では足が遅い方だけど、一度敵を射程に捉えたら一気に沈めてやるさ。最後はバニラさんの機体ハーベスター。攻撃力はやや低いのですが、それを補ってあまりある能力を持っていますわ。5番機には紋章機のダメージを修理できる機能があります。修理を行うには、まず5番機を選択して修理の命令を出してください。続いて、どの機体を修理するかを指示します。これで私は指示された機体に向かって移動し、追いついた時点で修理を行います。ただし、自分自身には使用できません。ハーベスターを修理していただく場合にはエルシオールに戻る必要があります。エルシオールはハーベスターと同様に紋章機を修理できますが、同時にエネルギーの補給も行えます。ダメージを受けすぎたりエネルギーが減ったりした機体があれば、その機体を選択して補給を指示してください。そうしますと私たちはそれまでの行動を中止しエルシオールへ戻りますわ。被害が多くなってきたら5番機で修理、エネルギーも回復させたいときにはそれぞれの機体を選んで補給。大事なことですからぜひ覚えておいてくださいませ。これで基本的なところはご説明しましたが、もう一度お聞きになりますか？はい、マイヤーズ司令。メインモニターに出します。これが現在の状況か。ところで、このエルシオールは動けるのか？残念ながら、まだ修理中です。移動はできませんから、なるべく敵を近づけないようにお願いします。この船には、シヴァ王子も乗っておられる。エルシオールが沈むことは、皇国の未来が沈むのと同じじゃぞ。俺たちの乗っているエルシオールはここだ。攻撃対象は駆逐艦に、巡洋艦、それに戦艦が一隻か。こいつが機関だな。対するこちら側はエンジェル隊の紋章機とクリオム星系駐留艦隊だ。
エルシオールを戦力に数えたとしても、この大軍を相手にするのは分が悪いな。もう一度作戦内容を確認する。